お疲れ様です。本日はすっぴんでお届けさせていただきます。こんばんは。ボサボサちょん。あら、花火かな。こんばんは。お疲れ様でした。一日なんか夜涼しくて、今冷房をつけていないが、お風呂上がったら暑いかな。みんなの地域はどうですか？寒いかな。え、大人っぽいよ。でもね、絶対これ最近言われるんですけど、髪型な気がする。だってすっぴんだぜ。髪型な気がするんですけど、どうでしょうか。8月、みんなよろしくね。8月もいっぱい、みんな楽しいことしようね、一緒に。あ、生写真の納涼グッズがね、届いてるみたいで、そう、さっきの X でね、ちらっと見かけたんだよな。アップしてくれてて嬉しい、グッズ届いたよって。いいね、押しに行こう。どんぐらいのサイズのうちわなんや。かわいい。なんかちっちゃめのサイズかな。うちわは大活躍するからね、この季節は特に。あ、生写真も届いてて嬉しい。嬉しい嬉しい。あ、大きいサイズのうちわなんだね。あら、ビッグサイズだな。なんか見た感じ小さそうやったけど、大きい感じなんや。じゃあみんないっぱいそれイベントで振ってね。8月もいっぱいみんな反応してね。反応してね。いっぱいみんな、あの、私が投稿するものや呼びかけたものに対して反応してね。今日おはようツイートをね、するのをちょっとね、時間が遅れてしまって、だからおはようコメントがちょっと少なかった。私は知ってる、おはようツイートをこの時間に台にしたら多分見てくれる人が多いからコメントしやすいんだろうなっていう時間帯を知っている。それを今日はちょっと遅れてしまって、そしたらちょっと少なかった、おはようツイート。みんな、あ、こんにちはでもいいよ、こんばんはでもいいよ、ちゃんと遅れてもいいので、みんなの反応してください。よろしくね。いっぱい更新しちゃうと思うけど。あ、19時前にていいんだよ。ちょっと待ってます。やっぱりね、私調べによると7時台が携帯見る人多いんだろうな。通勤時間帯っていうのに飾る、かぶるんかなと思って。多分ね、なんか私的には8時かなみたいな、9時出社かなと思ったら、意外とみんなね早かった、仕事の始まる時間が。違う、あの時間には起きてないんですよ。私はちゃんと起きてました。最近起きてるんですけど、携帯をね朝触らないからね。だから今日9時にしちゃったら、ちょっと9時は少なかった。7時から仕事しちゃうなんてすごすぎよ、本当に。もう偉すぎっていうか、一日長すぎて素敵。まあでも逆にね、遅い時間の方が見れるって人もいるだろうし。もう偉いね、みんな。本当に8月も偉い。みんな8月もよろしくね。オーガスト。確かに今日遅いかも。明らか
今日はお風呂入って配信しようとしたけどやめた。眉毛だけ描いた。あ、アメブロをあげたので読んでね、みんなコメントしてね。ゆっくりでいいからね、サマーツアーのコメント。ちょっと私もあげるの遅いから、本当にいつもできるだけ1週間以内には行きたいんけど、まあ、今回頑張りました。ありがとう、読むね、ゆっくり。では今日は8月一発目の大富豪始めしちゃうよ。大富豪始め、大富豪、トランプか、トランプ、ぬらいだけ。はい、ちょっと久しぶりになっちゃった。大富豪しながらまったりできたらなと思います。久しぶりですが40分から入ろうかな。今なんやろ、ちょっと待ってね。 Wait wait。あ、すいません、ちょっとアップデートから始まります。すいません、41分に、あ、いけるいける、40、いや41分にしとこうかな。41分に入ります。ちょっと大富豪しながら今日もまったり配信。今日押さないな、確か。あ、間違った。あ、なんか変なことしちゃった、待って。41分に入ります。ウェイウェイウェイ、ヤッホー。うわ、絵合わせ途中までしてたのに最初からの音つらたん。41分に、ね、今ちなみに富豪、富豪です。10回近くマニアちゃんと当たったらやめようっていうのがなかなかね会えへんのよね。ちなみに、ちなみに、会える気がする。おお、はい、会えました、ちかこマニアちゃん。あ、10回じゃないな、10回じゃなくて10人。10回にする。それは今1回目、1回目です。あ、めっちゃ好きやで。最近はやっと鬼滅の刃を、刃が最新話に追いついて、あのネットフリックスね、上がってるやつが、柱稽古編で、今岩柱のとこまで来て、もうあとちょっとで今公開されてるやつは見終わりねんけど、その主題歌ずっと聞いてる。タタタタ、あと何作あんねやろ、柱稽古編からね。鬼滅ね、見た方がいいよ。あの、私が言うのもなんですけど、面白い。なんか王道、ザ王道って感じ。ザ王道で面白いね。面白いよ鬼滅。なんかもともとね、ひなのがめっちゃハマってて、見た方がいいみたいな言ってて、
こう見て面白いってなったから王道でハマるかな。しかも長すぎひんかな。あ、柱谷恵子の次が映画。うわ、かっこいい。明日映画の飛行機の中でミートするか、かっこよ。見て見て、サクサク見れるしね。20分ぐらいだし、日本のアニメは。いや、一応無限列車で止まっててずっとね。でもちょっと最近見るかと思って見始めたら面白くて。あと何話あんの、柱稽古の後に。もう漫画は完結してるからさ、あれやけど。漫画でね見てんのよ私。それはうわ、どう行こっかな。歩きながら見えるか。いや、これねおすすめ、やっぱ映像見た方がいい。綺麗、めっちゃ映像が。なんかね、私もさ、ながら作業しながら見ようかな、洗濯物干しながらとかしとってんけど、結局見たくて巻き戻すっていう状況に陥ってるから、みんな見た方がいいです。え、ここからが長いんやって、マジ。お、符号そのまま。41分に入ったから45分に入ろうかな。うわ、一押しガチャやれへんかった、前回忘れてた。みんな教えて、誰か一押しガチャだよって教えてっていう、これから一押しガチャですよって。45分に入ります。なんかすいません、教えてください。たまに忘れるんです。覚えてたらさ、メールで一押しガチャだよっていつも言うねんけど。よし、10秒前です。真剣に入ります。お、ちかこマニアちゃんに会えたよ、嬉しい嬉しい、あほ、会えたね、やったん。2回目でもちょっとさっきさ、10回より10人の方がいいんじゃないかっていうのを信じようかな。やっぱ10人にしようかなって思ってきて見てるけど、ちょっとこのまま順調ならいくけど、ちょっと順調じゃなくなったら考えますっていう、最近鬼滅を見ている私でした。じゃあトークテーマ何にする？トークテーマを送ってください。あ、いいね。あ、間違えた、行けたのに。今2人目会えたのは、でも2回目か。目標10回だけど、ちょっと待って、握手会が残り2部が22だって。あとちょっとじゃん。ちょっと最後にちゃんと告知しよう。また嬉しい、残り9月の追加日程分で会える日が9月8日の握手会の2部だそうだよ。みんな嬉しい、会いにおいで、いっぱい話すこといっぱいでしょ。うわ、コスプレサミットが始まるけど、やってみたいコスプレあるって。うわ、ちょっと待って、あ、来た。ねずこ、ねずこしたい、めちゃくちゃ可愛いってなってる。
あ、お盆9連休の予定が未定。うわ、考えよう。あ、大富豪になった。あ、あられちゃんもいいね。でもねずこしたいな。大富豪になりましたということで49分入ります。9連休の過ごし方、9連休か。え、めっちゃ弾丸で海外旅行とか行っちゃうかも、一人で。みんなのこと暇にさせないからね。ちなみにみんなのことさせないからね。何かしら、何かしらでなんやねーって感じだけど、暇なんて言わないで。みんなちょっと待ってね、49分入るのでお待ちを。あ、待って、私さ大富豪だからちょっと早めにやらなあかんこと忘れてた。すいません、忘れてました。これ合いません多分。今2/4、2/4。3/4会えない気がする。あー、失敗しちゃった。嬉しい、みんなが茨城観光を考えてくれてて嬉しい。茨城でライブしてください。やりたいね、もちろんライブしたいけど、なんか、まあ、特別観光大使として、なんか自分の中での、まあ、最終って言ったらあれやけど、一番の大きな目標はやっぱりメンバーと一緒に地元でライブすることやけど、その前になんかもっと茨城のいいところを発信できるように発信もしていきたいので、そういうなんか積み重ねというかをして、いつか最後にそう叶えられたらなと。なんかメンバー少人数で行くミニライブもやりたいし、メンバー全員で行ってなんか大きいところでライブもしたいし、不思議な気持ちやけどやりたいなっていうのはあるかな。かゆ、蚊に噛まれた。連休もあったら、でも暑くてどこも行く気にならんか。みんな夏は何すんの。でもお盆休みある人とない人がいたからあれやけど、逆質問、みんな夏休み何するんですか。なんか負けそうな気がしてきた。お、スペさん返しかっこよ、めっちゃ好きやで。あっ、宮古落ちさせられちゃったピエン。大富豪だから、でもみんなと会えるタイミングが合うね。あ、じゃあ質問はあるわ。今資格勉強っていう資格試験っていうのが見えて、お疲れ様です、終わったって。資格試験、なんかそういう勉強するってなったら自分のお家の方が集中できるか、図書館とかカフェとか行った方が集中できるか、さあどっち。
次53分に入ります。あれ早い、いけるか。ちょっと一旦入るね。おうち図書館、家やったらなんか触っちゃうから図書館、家だと誘惑が多い。うわ、ジョーカー2枚あったのに。カフェ、おうち1人がいいです。お外、家、誘惑に負けるか、家はダメ。資料が欲しい時は図書館。すごい、電車での通勤時間で勉強してたってすごすぎ。30分ぐらいしか待たないどこでも。外、まあ半々だね。あ、半々だね。結構でも外の方が多いかも、意外と。その感じ言うよね。静かなしすぎるところよりはちょっとガサガサした方がいいって言うけど、私はねガサガサしてるとダメなのよね本当に。おじいちゃんとおばあちゃんしかいないような喫茶店がいいかも。だったら図書館は意外と。図書館はでも勉強しやすいか。カフェ私無理かも。なんか食器のカチャカチャする音とかあかんのよね。面白いね、いろいろ。カフェだとすぐケーキとか食べちゃいそう。あ、図書館いいよね。結構私も好きかも。図書館ってでも行っちゃうと勉強ってよりは本読んじゃう。偉いね、みんな何歳になっても勉強して。偉すぎる。でも確かに集中力はそんな持たんかも。何事も1時間かな。もうそうやって時間決めてやった方がさ集中できるよね。確かにお家は誘惑が多いわ。あー、貧民かな。結局ちかちゃんの SNS 講師が気になって集中できない。かわいい。でも私も結局みんなのさコメントとか絶対変わってへんのにさ、シュッてスライドして「あ、いいね入った」とかさ「あ、コメント入った」とか見てるよ。そんな感じだからみんなコメントしてね、ちゃんと。ほんとに見てるんだから、見てるんだからね、ちゃんと。次は57分入ります。あーね、ドライグもねいっぱい勉強してくれて。間違えて入っちゃった、ごめんなさい。間違えて入っちゃいました、すいません。59分目指していくので待っててね、みんな。今貧民です、ちなみに。すいません、すいません、すいません、間違えてポチッと押しちゃった。今日飲んでます。最近のなんか口癖のように言われんねんけど。今日も楽しく飲んでおりません。バランスおかしい、飲んでおりません。今日も楽しくみんなとたのいる時間が楽しいからね。いや10回難しい気がする。この前お店でコーン茶を飲んだらめちゃくちゃ濃いコーン茶で超美味しくて、あれはどこのコーン茶なんやろうってずっと気になってる。ちゃんとコーン茶飲んでますよ。今日も12時までみんな付き合わせていい？嘘。みんなが心配、体力。コーン茶割はねずっとね探しとって、
焼酎で割るんだよね。その焼酎割る焼酎をずっと探してて、なんか何の焼酎がいいのかが分からなくて、やっとこれにしようっていう風に決めたやつがあんねんけど、その焼酎がめちゃくちゃでかくて、絶対一人暮らしじゃ無理でしょみたいなサイズで、ちょっと今悩んでる。なんかもうちょっとちっちゃいサイズのやつないかなと思って、ぜひ皆さんなんかおすすめサイズであったら教えてください。え、もう超どでかいの、あのお店とかで売ってるようなサイズ。あ、料理に使えないでしょ、焼酎で使えんの。やった、富豪になりました。やったやった。うわ、59分無理だね。でも59分45秒で入ろうかな。謎のき、刻む。あなたが私の、ちょっとベッドタイムで最後入りたかった。59分45秒です。まもなく30秒前。あ、間違えた、危ない、また入っちゃったかと思った。間違えた間違えた、危ない危ない、シーフ。15秒前です。あ、待って、開いた。お、この後遅刻マニアちゃん、あ、遅刻マニアちゃんだ、嬉しい。あ、なんか間違えて、なんか13とかめっちゃいいカード渡しちゃった、間違えた。まあいいか、ハンディってやつ。まだもうちょっと入ろうかな。じゃあやっぱ暑いわ、冷房つけないの。外をこの時間お散歩するならいいけど、暑いです。皆さん冷房つけないのはダメ。配信終わったらやろう。お風呂上がったら暑くなりそう。今日あった今日あった面白い話聞きたい人、大して面白くないんだけどさ、ちょっとプチプチ笑った話。あなたが私、あ、いい返事だな、いい返事だな。あ、聞いてくれる？まあ、そんな期待しなくていいんだけど、期待はしてほしい。なんやねん、聞きたいよ本当に。なんかちょっと返事が少ないからやめた。おめでとう。今日整体に行って体見てもらってる時に、まあこう押されるやんか、こう下うつ伏せになってるから、あ、ちょっと待って待って待って、あ、うつ伏せに、ちょっと待って
難しい、待って、何のカード出そうかで まだ悩んでる。ちょっと待ってくださいね。整体終わった貧民です。ちなみにこううつ伏せになってて、こう押してもらっててね、いろいろ体をね。そしたらさ、枕の位置が絶妙な位置にあってさ、ちょうどこの辺に置いちゃってさ、もう眼球で、これ眼球食べてるかと思ったっていうっていうマジでどうでもいい話を聞いていただきました。一人でクスって言ってた。おおってやって危なかったから、ちょっとこうずらしたよ、ちゃんとずらしたけど、一人でクスっとした。危ない危ない、眼球危ないってなった面白いでしょ。そんだけこういうことをいつもメンバーに聞いてもらってます。ということで、続いては、5分の方で入らせていただきます。はい、ちゃんと眼球ついてました。もう眼球飛び出るかと思って、自分一人で。絶対笑っちゃダメやけど、一人で笑ってたっていうね。平和でしょう、Sも。こういうオチのない話をいつも聞いていただいています。ありがとうございました。と5分で入ります。ダメだ、今日10回も会えないわみんなに。でもちなみにね、結構ね、最近なんか MC 面白いねって言われるようになったんだけどね、こう見えて。5、4、3、2、1。会えた、ちかこマニアちゃんにみんなも面白い話教えに来てね、教えてくれてる嬉しい、面白い、本当に優しいんだから、うちのファンの人って。もう一生懸命勉強してくれて、全力になってくれて、面白くて優しくて。この前もさ、彩香にあの六花亭のマルセイバターサンドをお土産でもらって、食べてんけどもう美味しかった。あかん、あれずっと食べれちゃうわ、本当に食べてんけど。それをね、ファンの人が今の季節的にあの冷やすんだよって、ちゃんと体壊さないようにするんだよって言われるんだよ。そんな優しくない、そんなこと。あ、また落とすかと思った。さ、なんか一言で素敵だなって思います。私はなんか遅刻しますとか、まあ、じゃあ例えば10時に集合してて遅れちゃいますって、自分が遅れちゃいますって、も相手が早く来てとかじゃなくて、大丈夫だよって、気をつけて来てねみたいな、そういう一言を言える人たちです、私のファンの人は。え、六花亭の店舗に行くと美味しいスイーツがあるの。へえ、美味しそう、いいな。太田彩香ちゃんと仲良しだよ、超絶。わあ、めっちゃ勝てそうな雰囲気だけどやめとこう。嬉しい、夏ライブでくるみん呼んでくれたお礼に握手会に行くんで、優しい、嬉しいね。友の結構ね、初めて来た人が多くて、今回の夏ライブ前回やった時、なんかそれってでも嬉しいなと思って、こんな楽しいイベントがあるんだよっていうのを、あ、大富豪を
知ってもらえて嬉しかったし、またぜひ遊びに来てね。嬉しかった。で、あの時に作ったクッキーをね、ちょっと今度来週あたり配信で作ろうと思って、今アーモンド粉を探してて、なかなかね、多分お菓子屋さんとか結構本格的なとこじゃないと売ってないっぽくて。次9分に入ります。クルミンとミクルン混乱することありますか？よくあります。私よくミクルに対してクルミって言ってごめんなさいっていうのをやってた。過去形わずですね。やっちゃいます。かわいいよね、クルミにミクルに。嬉しい。今日3人4人3、4人会えてる。続いて大富豪、ちょっと早めに入った方がいいんだよね。これ、 Here we go。 あ、ちょっと早くも。あ、会えたよ、近くマニアちゃんに。ハピネス持ってる私の。エス公園次は12日だよ。ゆらいでけー、次でラストにしようかな。今日はいっぱい会うから大丈夫。配信するから、大富豪で一緒に待ってろ。へこむな、へこむな、みんな会えなくてもちゃんと直接会えるから。9月に、9月8日はあと2部握手会、残り本当に少しなのでお待ちしています。え、何回会ってるっけ、ちなみに。まあ目標立てたんですけど、うわどうしよう。今会えてる、今4回目、5回目かな会ってるの。え、じゃあやっちゃう。もうちょっとなんか結構ブーイングが多いので、推しメン優しいから、もうちょっとやりたいと思います。端末が1個しかないから端に取って言って、優しい。4分間隔とかでやっていくので、次何分だ、9分だったから13分。最近ね、遅くに配信するとね、結構みんながもう次の日が早いから起きられないっていう人がね多くて、できるだけ早めに配信をねしてる。9時台にやるようにしてる。福岡のように浸ってるって。ああ、私もクロワッサン食べたいわ。そっちじゃない、優しい。今日も可愛いねって、めっちゃ好きやで、キュンです。じゃあトークテーマください。なんかいっぱいください。私あなたに会えて本当によかったわ。あれ歌詞が分かんない。大富豪になりやした。次は13分です。
13、うん、はいはいはい、ゴー食べ物以外でお願いします。食べ物と真面目すぎるもの以外でお願いします。厳しめ入った。お会いました、ちかこマニアちゃん一人。なんか眠くなってきた。お、今食べたいパスタの気分はタイムリーなんだけど、それちょっとさ、明日のちかの私のメール楽しみにしてて。うわ、今行きたいところか。タイ、タイに行きたいわ私は。あ、映画見たいのよ。もうやめて、みんな映画の話するの。私見たい映画がまだ溜まってて行けないの。映画館にも行きたいし紹介したくて、紹介したいのもいっぱいあるのが追いつかないのちょっと今日の夜投稿しよう、ストーリー。ちょっと夜遅くにインスタのストーリー投稿するけど、明日の朝見てね、ハイライトに残すから。あ、今一番欲しいもの、あ、聞いてほしい。これいい質問だね。全部いい質問なんだけど、特にいい質問だね。あのファンの人にネックピローが欲しいって言って、じゃあどこのネックピローがいいかなみたいな話をしてて、ちょっとコメントでもあったヨギボーいいよって言われて、そしたらタイムリーにヨギボー使ってる人がいて、どうって言ったらめちゃくちゃいいって言われたので、ヨギボーにして。でもヨギボーやからちょっと高いんでしょと思って見たら、なんか意外とお手頃で、そのでっかいヨギボーのソファーを想像してたからさ、意外とお手頃で、いいじゃんってなって、私はヨギボーのネックピローを今年誕生日プレゼントで誰かにもらうことにしました買わんのかい自分で。今年誰かに誕生日プレゼント何欲しいって言われたら、ヨギボーネックピローって一つ言うことにした。買ってない、まだ。なんかさ、その時は福岡のさ新幹線の移動があったから欲しかったんけど、あ、大富豪です。そう、誰かに何欲しいって言われたらネックピローって言うから、買ってないまだ。ちゃんとゲットしたらゲットだぜっていうね。あとあれだよ、ずっと言ってるやつ、ティファールの取り外しできる調理セット。なんか欲しい欲しいよって意外と買ってないのよね、こう見えて。なんかね、そう、大阪までのさ移動って意外とね、その新幹線だとさすぐ着いちゃうやんか、近いのよね名古屋からだと。っていうので今本当にリアルで欲しいのはそれですね。ガチで答えました、すみません。はい、続いて。あ、17分だ、もうすぐじゃない。入りますよ皆さん。でも全然電車移動でもさ、それこそ私地元まで電車とかでよく帰ってたし。でも電車もね、なんか景色見るの好きやからさ、寝ないのよね はい、入ったかな、入った。おー、はい、会えました、ちかこマニアちゃんと。やったね。この時の生写真ね、メイクさんにメイクしてもらったから、ちょっとね、ちょっとねというかめちゃくちゃ漏れてる。どの写真やねんって
うわー絶妙なカードだなこれ。お、大富豪。イエイ。何回今5、6回合ってる。もう何回か分かんなくなっちゃってる。近くマニアちゃんに上がりました。17分21分。次はあ、大富豪同士で当たらへんか。最近私がハマってる歌について話そう。最近バックナンバーさんの水平線にハマってて。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるわけだね。ずっとなんかずっと鬼リピ頭の中で。すっごいハマってます私は今。あとね、今日朝載せたやつ、梅川亮さんの週末のマーチっていう曲も最近ハマって聴いてる。これいい曲だよ。ちょっとまだ歌えへんにわか、めっちゃにわかです。聴いてみて。とあと水平線が鬼リピ。でも水平線ってさ、なんか歌詞見たけど難しかってんな。なんかあれと似てる、サーフな最近と似てる。21分。できるだけ遊ばないように。どんな時でもね、なんか歌えないんだよね。多分男性キーだから歌えなくて、いつもめっちゃキー上げてる歌うとき一人で。曲はでも結構みんなの紹介とかも聞くけどね。私みんなが紹介してくれた曲も聞いたり、あとランキングで入ってたりとかかな。わかる。歌詞ってさ、年齢重ねるとどんどん変わっていくよね、考え方が。 Here we go。 透き通るほど甘い夜、タラタラタタ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 タ。会えた、あ会えたよ。近くマニアちゃん、なんか順調じゃない。この時間いいのかな。時間あるよね、やっぱ。歓声と拍手の、あなた。まあ確かに私が男性キー無理なようにみんなも女性キー難しいよねみたいなあるよね。パシパシ。洋楽ばっか聞いてたけど、最近はいろんな曲を聴こうと思って聴くけど、すごい歌詞って素敵だよね。詩、あ、私だった。好きだ。めちゃくちゃ家の中で爆音で歌ってるから本当にうるさいと思う。本当にお風呂で歌ってる。あん、ニーナスの。実家の方がもっと歌うよね。だって。
何も気にしんでいいもんね。はい、大富豪、次ラストにしようかな。車の運転中は歌わんなそれは歌わないな。あ、時間も気にして、あ、気にしなきゃダメか、すいません。大富豪、大富豪、ドゥンドゥンドゥン。やば、めっちゃボサボサ、ごめんね、こんなボサボサで。みんな次でラスト、次でラスト、ラスト、トトトトトマト、トンボ、ボ、ボ？一人しりとりしてボが出てこんかった今。次何分だ？24分だ。あれ？あ、25分だ。うん？25分か。次でラストにしちゃう。よよよよよよ、あ、ボルシチ、ボルシチって美味しいよね。キノコ、うざ、この子、キノコ一緒。大富豪だからあえて、でも大富豪でいっぱい、あの、え、充電できてへんかった。大富豪でいっぱいあれしてくれ、レベルアップしてくれ。普段からコツコツよろしくお願いします。今回のね、大富豪のイベントは参加しんかったけど、こうやって普段からみんながコツコツプレイしてくれてて、あー、もう最悪、なんか間違えてみんなコンピューターの方に入っちゃった、最悪、何やってんねん。ドラゴン水産とさ、歌舞伎社研究所と戦ってる今、最悪すぎ。そんな間違いするって間違いしてるよ今。つらん、待って秒で終わらすからみんな待っててね。大富豪で終わったね。今回ね、イベントね、その2人ね、ペアのやつやって喧嘩あったけど、誰とどんなやりとめだったって、いや想像できんよね。こうコンビ組んでた人がいなくなって思うよね、時代を感じる。みんなと仲いいんですけどね仲いいんですけどね。終わった。27分に入ります。皆さんでも嬉しい、なんかさ、まあ、いろんなコンビで作れるな今ね。あゆかとのリーダー、副リーダーコンビとか、伊豆近くの同級生コンビとかさ、いろんなのがさあるっていいよね。こう想像が膨らむというか。あ、そう、チカメロもねあるしね。何か機会があったらやりたいし、まあ、今回は参加しにくかったけど、でもこうやって普段からさっきも言ったけど、みんながコツコツプレイしてくれてて、ランキング順位とかたまに見るねんけど、すごいそれが嬉しい。はい、あー、最後って言ったら会えないんだよな、なんでやねんって感じ。そうそう、1時間経つのでね、本当に最後にして終わります。あ、27分みんな無理だった、あ、早かった、そういうこと。だからこう何が無理なんだろうと思って見てた。あ、そう
そういうことね。じゃあ待って、何分がいいんだ意地悪しちゃった意地悪しちゃった。何分がいいんだ。30分。あ、私が終わんないわ。31分にしよう。31。歓声と拍手の、ね、今日めちゃくちゃおっちょこちょいしてるよね。すいません。じゃあみんなちょっと体勢終わったら待っててね。待っててな。カードが弱い。カードが弱い。パスしてください。あ、大富豪です。私。大富豪です。ラスト。頑張れ、頑張れ。私もそろそろお尻が痛くなってきた。今度そろそろお部屋の模様替えでもしようかしらって思ってる。背景真っ白。まあでも背景真っ白が一番やりやすいっちゃやりやすいからね。なんか反射とか光が。足はしびれてないね最近。今日のスクショタイム。超絶すっぴん。かわいいぞって優しい。みんなありがとう。はい、31分に最後大富豪で私は入りたいと思います。本日ラストです。あ、一桁になったランキング。見てね。よし、ラスト。寝ちゃいそう私も。よし、入った。あ、会えた。一人近くまで。ちゃんと今日はなんか一斉に会えへんかったけど、でも会えて嬉しいよ。最後に会えた。嬉しい。あ、イベント中なので4位まででお願いします。わかりました。なんか大富豪のさ、なんかグッズとかも届いてて嬉しい。みんなの手元に行ってて。コツコツプレイありがとうね。本当にコツコツが大事なので、日頃の共に楽しんでいきましょう。あ、オンラインイベント、そうだね、ちょうど来週、ちょうど来週かな。サイン書かなきゃ。書かなきゃって言っちゃった。1位取ってください。取っていいの。でも1位取っちゃったらさ、みんなの手元にグッズがいかないと思ったらやだ。まあさすがないと思うけどね。繰り上がりとかなると思うけど。はい、1位。
来週水曜日か。オンライントークじゃない、オンライントーク展開はアーカイブでも見れるから、お仕事中だよって人は後から見直してね。なんかあの辺で名前呼ばれてたよとか、みんなで助けてあげてください、見らなかった人を。あ、トップ10までがもらえるんだ、すごい。今回ちゃんとみんなの名前読んだいいタイミングでスクショをみんな取れるように止まるわ。誰誰ディスるかね、ちゃんと。絶対みんなあの瞬きじゃない時頑張ってね、私も瞬き頑張るからみたいなありがとう、大富豪配信でした。そろそろもしこのプレイが終わったら終わって明日の準備をします。あ、初サイン会だって、嬉しい、受け取ってね、ありがとう。みんな8月1日からみんなと過ごせて幸せだよ。私は8月もいっぱい思い出作ろうね。ではドローンします。ドローン配信ありがとう、おやすみ、バイバーイ。ラスト週末みんなファイティンだよ。